何この音程にできないんだけど。ナビゲーターと共にプレイ。おお、実績のロックは解除しました。暗く荒れ果てた部屋の中、カプセルの中に漂う人影が見えるだろうか。俺いつの間にこんなイケメンになったかと思ったわ。愛し、彼女には記憶も過去も存在しない。おお、そうなんだ。彼女の存在意義、それはユダを抹殺する、ただそれだけ。おお、怖っ、びっくりした。そう、世界を滅ぼす邪悪な存在を。あれ確かウォーフレームで似たような出てきたぞ。たとえ過酷な道のりであっても、それは必ず成し遂げるべき使命だと。すげえかっこいいわ、アイシンや。あと声の人かっこいいわ、ナレーター。ユダを抹殺する。うん。そして暗闇の中で彼女は目覚めた。ワイン長押しでゲーマーだと。でも凝ってますね、いろいろと。アイシーは実験室から足を踏み出した。アイシーは理解している。うん。矢印に従って進みさえすれば必ずユダを見つけられること。すげえ。バックアップ、スタートボタンを押すとシステム画面変異します。スタートボタン、これか。あー、まあまあ、これ押すとここに戻りましたね。これナビゲーターってこと？迷子の森。あー、なるほど、なるほど。アイシーは実験室から足を踏み出した。アイシーは理解している。なんとなくわかりました。おお。彼らはユダが使わしたモンスターだ。なるほど。倒すほかない。さあ倒しましょうか。はい、また無言タイムがやってきまして、でね、まあこれをやってますとですね、あのおぼろ村正っていうゲームがあったなっていうのは思い出しますよね。おぼろ村正ね、あれ Wii とかビータとかだったんで、あの全然やれてないんですけども、あのパソコン版でね、ぜひとも出してほしいなって思うゲームの筆頭です。あれね、やってみたいんですよね。かなりスタイリッシュで、今やってるアイシーちゃんみたいな感じで、こんな感じでスタイリッシュにねやっていくっていうゲームだったんで、本当にやってみたいですね。よっしゃ、 Wii でちゃんと殺さないとダメですね。行きましょう、どんどんと。で、いると。いいね。なんかそのうちね、戦闘がだいたいカットされるような気がするわ。ナレーターが入るまで。アイシーは開けた場所にたどり着いた。遠方できらめくハリー子の水面を見て、自身の使命をひしひしと。弱いな、なんか実感しているところだろう。あのね、プレイしている僕にね、とても言いたいことがあって、あの気抜きすぎじゃないかなっていうのは思いますよね。この、はい、このね、喋ってるからアフレコしてるからいいようなものであって、今全然喋らずにね、すげえプレイしてるんで、ちょっと本当にちょっと次の収録は本当に考え直さないとダメだなっていうのがよくわかりますね、これで、ね。いやー、これやばいな、これやばいっすね、本当に。オッケー。オッケーじゃねえんだよ。おっしゃ。でも、おお、なんか、何こいつ、なんか初めて聞いてた。ここでですね、初めての手が出てきましたね。こいつはですね、すごい手がついてるやつなんで、こうやって掴まれて叩きつけられるという。まあ正面に立ってたらダメだよっていうやつ的なんですけどね。結構強いです。こいつは結構強いですね。これの他にですね、もう一体別系統があるんですけども。これね、本当に、動きの予想がつかないんですよね。なんで、ご利用しでやってると死にます、本当に。結構皆さん気をつけてください。結構大変ですよ、こいつは。よっしゃ、OKOK。よし、いけ。おっしゃ、いいね、ちゃんと解除できてる。よし、いけいけ、倒したぞ。これで次のとこ行けると。結構食らっちゃいましたね。アイシーは足を滑らせ崖から落ちた。アイシーは理解した。うんうんうん。橋の制御装置を起動しない限り、うん、崖を越えられないこと。ナレーターすごいな。 B ボタン右を開く。
B ボタン3つを開く。B ボタン押してんだけど。あ、行きました。すごいな。すごいな。このなんか淡々としたナレーター。これがナビゲーターってやつかな。いいね、いいね。オッケー。コマンドある程度覚えないとスタイリッシュにはいかないですね。なんだかんだ。それはしゃあないことですね。おお。目の前に現れた緑色の沼地を気をつけながら飛び越えた。うん、あ、これあれか。よし。あれですね。いいね。続きましたね。アップグレード。ちょっとお金が貯まりましたんでね。ええ。お金をというかアップグレードすることができる。ライトニングブレード。だいぶダメージを与えた分、小型敵を吹き飛ばす。YXX2Y。空中で XY。XXYY。XXYYY。範囲攻撃、追撃を行う。これいいですね。これいいかもしれない。これにしましょう。YYXY。OK。XXYYY。OK。これをアップグレードしました。これなんで、これで、XXYYYY。大丈夫だろうか。なんだこれ。違うね。あ、難しい。こうか。ちょっと難しいですね。うまく当てれるかどうか。アイシーは月夜の森に着いた。彼女の目の前には、うんうん、いや、ちょっと待って、うん、橋はどうした。お、どうした。このナレーターはどうした。そうだな、とりあえず矢印に従って進んでくれ。下に行くのか。え、この、これ何これ。あれ、ダハーがいるぞ。ダハーが、ちょっとナレーターがここで。アイシーは飛び降りた。うん、どうやらここは下水道のようだ。はい。あれ、これナレーター面白いですね。ナレーターが変な風になります。おお、来た。そう、ちょっとさっきのやってみましょうか。おお。おお、難しい。あ、痛い。ビー。あいつがいるからな。よし。こいつを倒したいから、倒したい。痛いね。B、OK。倒したか。倒してない。あ、いるね。OK、B、OK、OK、OK。倒した。周囲にぶら下がる残骸を見て、アイシーはここがただの下水道ではないことを察した。原因はユダに違いないだろう。ユダすげえな。なんか変なことを考えると、ユダが実際は全然悪者じゃなかったっていう可能性ありますね。で、この何ナレーターが実は敵みたいな。アイシーは水路から飛び降り、広い空間にたどり着いた。おお。おっしゃい。おっしゃい。B。よし。倒した。当たんねや。OK。倒した。おお、まだいるのかい。痛い。はい。で、こいつがですね、さっき言ってた、手の掴んでくるね、敵の、もう一形態といいますか、もう一つのやつですね、足で攻撃してくるやつですね。手で攻撃してくるやつ、足で攻撃してくるやつ、まあ、2対みたいな感じですけどもね、こいつね、すごくジャンプします。見てわかる。ジャンプするんでね、攻撃がすごく当たらないですね。この攻撃の当たらなさに結構やられる時がありますので、気をつけてください。本当にね、近くによってジャンプ攻撃してもね、ジャンプでかわされるんでね、非常に辛いし、上から攻撃なんでね、なかなかかわせないですね。よし、やっと倒した。体力自動回復するのか、これは。しないやつか、体力は。アイシーは矢印に従い、
開いたゲートをくぐった。おいしょい、自動回復しないやつですね。アイシーは悟った。彼女の前にはここから脱出するための鍵が。おいしょ、ビーの痛い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 、ふう痛いね。嘘だろ、やっとだよ、痛いすぎる。さあ体力回復が謎ではありますが、お、あもうマジか。はい、さっきの戦闘ね、見ていただいて分かる通り、あの空飛んでるコウモリの敵、あいつ非常に厄介です。はいはい、空でね、空からあのレーザーでね攻撃してくるんですけども、あれ多段ヒットしますんでね、本当に一瞬でバリアが持ってかれますから、本当に大変です。あれはなんでね、バリア持ってかれたら次にあの体力が減りますので、バリアをね、回復しながらやらないといけないです。ただバリアね、あの敵をあの攻撃して B ってやるとですね、 B やるとあの体力プラスバリアも回復するっぽいので、積極的にね、あの B 攻撃で壊していきましょう。 B やらなかったら確かならなかった。これは辛いな、辛いな、辛いな、これは。アイシー死んでしまった。リトライ。リトライ。マジか、ここからなの？マジか。オッケー。よし。これで体力も回復したので、次でなんとか倒せると思う。なんとか倒せると思う。頑張るぞ。はい、リトライでね、また戻ってきましたけれども、やっぱりね、あの、コウモリの敵、本当に、鬱陶しいです。コウモリをね、先に倒すようにね、処理の順番考えた方がいいかもしれないです。まあ、それかね、僕が最初心者っていうのもあり、また、あと、いろいろなね、先ほどのベンダーに売ってましたけど、技がね、揃ってないからかもしれません。空中の敵に、有効な、空中の敵に有効なね、技があるんでしょうけれども、それをね、まだ入手してない可能性も、なきにしもあらずなんで、ちょっとね、しばらくは、そんな感じです。で、また、足の次は手のやつが出てきますね。今までの敵全員集合みたいな感じで。これね、ちゃんと倒さないと、本当に大変ですからね、ちょっと倒しましょうか。オッケー！いやー、くそ。あー、うおーマジかな、マジか、うわー、くっ、これで、うーそだろ、よっしゃ、よっしゃ、これで倒してよし、壊した。おー。アイシーは目の前の宝箱に気づいた。おー、なんとか倒した。これか、宝箱。切るの？切った。切った。宝箱を開けると、うん、彼女の視界に不思議なアイコンが表示された。表示されました。アイシーのダッシュ力が強化されたようだ。おー。4回ぐらいいけるってこと？多いですね。この力さえあれば、うん、手前の貯水池上部から外に出ることができるかもしれない。アイシーはすぐに貯水池まで戻っ。戻れってないじゃん。ピポン、新着メール1件。A ボタンに受信します。ワン、メールを受信しました。はい。注意、Unknown。You I see me。人の海から神光線で撃つのは不可能に近い。しかし、自身に残った時間はもうわずかだ。ユダはそうして資料の妙本を改良すると、肉体を放棄し、自我を捧げ、仮想世界の中で、神光を創造した。そして神光計画が誕生した。A で添付ファイルを確認、X で閉じる。おー！こう行けと。いや、左上になんかカップみたいなのがある。そっちに行ってもいいかもしれない。はい。
これ左にいろいろあるな。これ多分右上の方に行くと、出ればするんだけど、ボスと戦うみたいな感じな気がするな。ちょっと左の方行ってみましょうか。左の上と下。はい。あ、もう一回メール見てえな。あ、ここだな。ここだ。こっちの方の、こっちが来たところか。こっちがね。いろいろ残骸がぶら下がってますね。こっちが来たところですね。となると、このさらに上になんかあるんだ。カップみたいなのが。アイシーが隠し部屋を見つけた。いや、もう、もろにあったじゃないですか。アイシーは宝箱を開くと、矢印に従い元…待て、どうしてそっちに行くんだ。おい、この先に進んでも何もない部屋があるだけだ。うわ、臭いな。な、言った通り、ここには何もないぞ。一体君は何がしたいんだ。ああ、なるほど。私の声が聞こえていないのかな。これならどうだ。え、ちょっと待ってよ、何それ。あ、これでわかっただだろう。私だって口うるさく言いたくはないさ。だがこの世界は君にしか救えない。邪悪なモンスターはまだたくさんいるし、やるべきことだって山のようにある。なぜ君はここまで時間を無駄遣いするんだ。人と人との間には信頼が必要だ。信頼なくしては何もうまくいかない。だが、どうやら君にはそれがわからないようだ。どうしたどうした。怖い。何これ。これ面白いな、愛知。本当に全く理解できない。ここには何もないと何度も言ったはずだ。試し切りができるモンスターさえいない。一体君は何をしたいんだ。まさか。このゲームはこれあれっぽいな。しているのかな。あれっぽいな。猿でももっと物分かりはいいはずだ。君の頭の中がどうなっているのか見てみたいものだ。矢印の方向に進むのがそんなに難しいのか。よし、もういい。私は怒った。かわいい、かわいい。怒った。この部屋を出るまでもう二度と喋らないからな。おう、そう、絶対に。おう、でもなんかここあるっぽいじゃん。こんな不思議なさ、何もしないのも寂しいもん。歌ってんじゃんこれ。なんとなく僕だってこの場所にいたくない。誰もう僕の言葉を聞いてくれない。あ、すげえ歌い、聞きたい、この歌めっちゃ聞きたい。この場所で静かに目を閉じて感じていた空気感。いい歌だな。いい歌ですね。うまい。もう歌わないの ?2 番とかないの ?2 番とかないの。なんかこれずっと痛くなるよね。まだなんか言うのかなみたいな感じで。まったく、君の目的はユダを倒すことだろう、うんうん、こんなところで油を売っている時間はないはずだ。ほい。この道は封鎖さ…何？どうしてまた戻ってきたんだ。目的は何だ。何もないと言っただろう。言葉がわからないのか。よし、もういい。私は怒ったぞ。完全に怒った。怒ったらしいぞ。この部屋を出るまでもう二度と喋らないからな。そう、絶対に。また歌うのかな。また歌うのかな。このまま何もしないのも
寂しいもんでしょう。歌った歌った。泣いた空気感。はい、じゃあ行きましょうかね。チャンスだ。ああ。二度目はないぞ。うそ。これ以上君の好き勝手にさせると思ったか。甘い、甘すぎるぞ。なんでなんで。今すぐに進むべき道を進むんだ。矢印の方向を目指しさえすればあとは何も心配しなくていい。マジかよ。はい。それでいい。まったく君の目的はユダを倒すことだ。まったく、また君の目的はユダを倒すことだ。入れない、入れないぞ。こんなところで油を売っている時間はないはずだ。この道は封鎖させてもらうぞ。封鎖させて。ん？あれ？ああ。上に、上からもダメだな。上からもダメだったわ。くそー。くそ、ダメか。しょうがねえ、戻るか。オッケー。ここは下水道のはずだが、緑色に濁った泥沼を覗いて、おいしょ、あまりにも片付きすぎている。おいしょ、オッケー。うっそ、あー、うそ、オッケー、オッケー、よっしゃ、ダーン、ダーン、オッケー、先に行きましょう。まるで何かが一度この地を掃除したような、掃除したような、アップグレード、いろいろアップグレードできますね。アップグレードできますね。高速移動し範囲の敵を攻撃する、うんうん、なんかいいのねえかな。リカバリー、敵の声 HP で、あー、いいんじゃないこれ。あ、うん、敵ゲーが敵の声からエネルギーを抽出し、HP とエナジーバリアを回復する。これをさらに回復量アップするとか。結構ダメージ受けますからね。これの方がいいのかな？これにしましょうか。さあ、どんどんと、ゲームの時間が長くなっている。お、おー、来ました。ガチャ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 。グローザー、グローザーって書いてある。はい、盛大にね、お名前を間違えたっていう敵のゴージャーさんです。でゴージャーっていうのはですね、このように、鼻の口でね、食ってくるっていうのがね、ありますけれども、ゴージャーっていう名前の、名前というか、この単語の意味はですね、食べ物をがっつく人ということですので、すごい嫌われてるっていうものですのでね、先ほどのナレーションで、下水道がすげえ片付いてるというあれば、このゴージャーさんが食ってるのではないかというのが、まあわかりますね。これもね、なかなか、ああ、やっぱ切られてる。これね、すごい。すごい、もう、ハメがすごいんですよね、ハメがね。ハメがすごいから、もうちょっと頑張ってね、ちょっと倒して、ザコ敵を倒してね、もう今とか結構体力ギリギリじゃないですか。体力ギリギリなんでね、体力を、さっきの、ね、コアを、もらって体力回復するってやつで、OK を回復しましたね。頑張って回復するということをやってますので、わあ、またやられている。はいはい、ね、体力が減ったら先にザコを倒して、ザコを倒してコアをいただくという方向でね、プレイを行っております。ただこれね、ハードなんでね、ハード結構やっぱ大変ですね。おお、やっぱやられてる。よし。B。OK。回復した。痛いね。ビビビビビ。オッケー。あお、いいね、かっこいいね。ビビビビ、オッケー。よし。痛い。おお、壊れた。あ、これで B を押すと緊急回帰できるんだ。あ、壊れた。逃げなきゃ。痛い、痛いよ。
よし、回復。あー、痛い。よし、逃げた。痛いね、君痛いね。痛い、当たっちゃった。痛い。OK、これで溜めて、よっしゃい。オッケー、倒した。よっしゃ、ゴージャー倒したぞ。アイシーは暴食を破ると、うん、暴食って言うんだ。目の前に出口を見つけた。よし、アイシーは、うん、とある町に足を踏み入れた。しかしなぜかこの町には人っ子一人見当たらない。さあ、一回この辺にしましょうかね。はい、それではシャドウスライスを手に入れたところで、これセーブできてんのかな。多分セーブできてるはずだよね。これこっちになんかセーブできてんのかな。セーブって書いてあるのか。でもできてねえじゃん。でもできてねえじゃん。わかんねえけど。まあ、いや、コスモスになってるから。とある町に足を踏み入れた。あ、今セーブしたな。右下にくるくるってなったからね。しかし、よし。なぜかこの町には人っ子一人見当たらない。よし、これで、それでは、一回これで終わらせていただきたいと思います。それでは、バイバイ。またねー。